レトロの事例の2です。これは印刷会社に関する情報を入れました。折り込みチラシの印刷はネットでも注文ができますけど、やはり納期とかその輸送コスト限界があります。ですから臨転印刷の仕事については地場産業のような私は考えております。その時に同じ臨転の機械でも 小さい輪転もあれば大きいものもあれば2台を出てきたものを一緒にしちゃったりするまた乗り付けがしたり散歩立ちがしたりシート出しができたりという同じ輪転の印刷機でも用途によって使い分ける必要があると思いますそのような地場での輪転を応援してくれる会社を私たちはレトロの中に20個格納しました えー、そこからは、それぞれの会社の担当者に行ったり、またそこが、単独の R-200 という、えー、レトロのサイトを用意していただければ、そこからまた20個の、えー、動画での営業ートークが出てくると思います。えー、担当者が分かって、えー、その会社に電話するのと、えー、担当者が分からずに電話するのとでは、やはり、えー、商売の 流れ方は大きく違うと思います是非これは臨典の印刷機の話をしましたがこれが工務店だったりもっといろんなバリエーションがあると思いますこんなことも信用と情報とネットワークが必要な時代ですからレトロで自分たちのチームを形成ドル形成する必要があるのではないかと思ってご紹介しました